おー金。さあやっと聞けますか、僕の代でも。おーおー、わからんか。ソナタフォーエバー、はい、行きましょうか。行きましょう。最新体なのに懐かしさを感じる、はい、なんかこの液晶。そしてこれ、ダーン、ビーグラー。めっちゃ好きなのじゃないですか。いやこれは打ちたい、これほんまに打ちたい。まで400回転ぐらいですか、シーサさん。そうですね、400回転ですね。もうそろそろ当てていただかないとですね。当たった瞬間ね、そうやって言いますよね。もういますよね、自分が当てたら饒舌になる人。わかりました、そろそろ当てますよ、僕も。お願いします。あ、当たる。おっしゃ、しかい。冬7かよ、冬砂ちゃうんかよ。なんか僕はユジンを愛してるんだ。お前が現れて何もかもめちゃくちゃだ。ジュンさんって誰だ、教えてよ。僕は誰だ、イミニは誰だ、僕は誰なんだ。あ、トツカクか。あ、恋愛モード継続、トツカクですかね。リーチ、おそらくそうですね。ですね、はい、そうですね。トータルボーナス4回になってますんで。あ、今のがじゃあ2ラウンドということですね、はい。まあ、先ので、偶数図柄で転敗して、はい、外れたよ、外れた風に見せて小当たりしたってことですね。なるほどなるほど、はい。じゃあやっぱり図柄揃いは全部10ラウンドもらえるってことでいいですね、曲が何曲入ってる。おー、新アイゾーン。これはこれは熱いでしょう。これ来るだろうよ。しかもそれなんかもう格変ですみたいな煽りですね。ですね。なあちゃんけ。なんもないんか。終わった。当たればなんとかですかね。お。あが。ああかん。まあまあ長かったですよね今。そうですね、もう93回転。お前が現れて何もかもめちゃくちゃだ。とつかくかまた。ああ。教えてよ。僕は誰だ。君には誰だ。僕は誰なんだ。あ、そうですね。一応ロング、まあ短すぎない解放はしてるんで3秒ぐらいですね。打った方がいいですね、はいはい、ちょっと払い出し受けますね、はいはいはい。演奏見たいしな。でもそうなんですよ。わあ、いいね、こうキーキーキー回してね、なんかこう、そうそうそう、懐かしい。現像出しに行くんですよね。そうよね、はい。使い捨てカメラ。あのこれはもうカットですけど、はい、どうやったらこう写せたまま帰ってくるね、写真がっていうのをよくやってましたね僕らは。あ、帰ってこないですか。やっぱ帰ってこない、弾かれるんですよあれ。お店の人が弾くんですかね。あ、そうです。あ、やっぱ卑猥なものとかは、あ、そうです、ダメやったんで。あ、そうなんですね。どこぐらいまではいけんねんみたいなのをよう高校の頃とか試してましたけどね。バカですね。それ本当に発揮されてるかもちょっと気になりますね。そう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 。
しょうもないかったんですけど、おもろかったですけどね、あの頃。だって家のカメラのフィルムとかには絶対残せないですもんね。そうそうそう、ああ、もう何ちゅうとこで当てるんですかもう。まだわかんないです。あ、やばい、やばい。おお、調子いい。時短で引き戻してその流れがまた嬉しいですね。そうですね。これはちょっと2021年来そうな気がしますね。これはいいな。我々の感覚が一般のユーザーの方とずれてなければそうです、大丈夫だと思います。大丈夫ですよね。それは大丈夫です。言うても我々ヘビーユーザーの一員ですから。そうですね、楽しいと思えるもんが純粋に楽しんで打ってますからね、絶対に。まあもちろん当たりがしっかりついてるんで、でももうあるんですけど、なんか君には君が必要なんだ。僕はユジを愛してるんだ。あ、また二角ですか。と、あ、これ変わったら変われ。おお、嬉しいパターン。続くなあ。めっちゃいい。待って、めっちゃいい。またビーフラ。あ、ごめんなさい、私 B フラモードにしてます。ああ、すいません、僕これすごい好きな設定なんで。なるほどなるほど、ごめんなさい。 B フラが来やすいようにしてるんですね。はい、多分設定変えたらこんな来ないと思います。それでも、それでもですよね、当たる時しか来ないですよね。はい、そうです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 。うわー、気持ちいい、気持ちいい。これはもう絶対打つしかないな。打ちましょう。これちょっと2月ぐらい3月ぐらいになったらトミーさんの髪が茶髪で伸びてるかもしれないですねか、これがワンボックスになってるかもしれない。ワンボックスはさすがに。でもこれぶっちゃけ5台4台か4台しか買えなかったんですか、それともまあ4台にとどめたんですか。難しいですね。結構どこでも買おうと思えば買える機会じゃないでしょう、まあ、一番硬い台数っていうんですかね。あ、その、まあ、極端な話、台数規模にもあったっていうところで20台30台希望したけど4台しか買えなかったってわけじゃないですね。はい、なんかこの様子を見てるとちょっと甘いのかなとも感じられるような。これね、僕もちょっと甘いだろうな、僕は当たってないですけど、多分甘く動くだろうなっていう気はします。U タイムもありますしね。もうお店の意図とは全く別のところで甘い台になるんじゃないかとは、はい、その可能性はありますね。はい、やっぱこの時代ですから、やっぱりユジンがつけてるのも G-SHOCK ですよね。あ、G-SHOCK 入りましたもんね。はい、僕はあのお金なかったんで、あのアンチショックってのつけてましたね。アンチショック何ですか、バッタモンですか。G-SHOCK めちゃめちゃ入りますかね。はい、なんか今度 G-SHOCK の何々限定のやつが出るとかって言ったら、もう買えるか買えないか分からないけど、とりあえず予約するんですよ。映画のスピードモデルとか、そう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 、キアヌ・リーブスがつけてたとかね。はい、懐かしいわ。流行ったな G-SHOCK。 いや、めちゃめちゃ面白いけど、もうなんか飽きてきたな通常ゲーム。さすがにあの動きないんで当たんないと。これちょっと U タイムにぶち込んで見ても面白いかな。手入れで400回転回してカメラそのままで。じゃあガラスは外さんどうですか。はい、ガラスは外さんで、ここだけ開けてもらって、はい、ごめんごめんということで、一旦残念。あらあら、まあ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 、もう十分出てます。すごいですね、もう恋愛6回目なんですね。そうですね、何回恋愛するんですかね。
じゃあトミーさんちょっと手を止めていただいていいですか、はい、ちょっと僕の方が当たりが引けぶりですね、はい、回転数回してるんですけど、まあちょっと時間の方もだいぶ使ってしまってますので、ちょっとここから天球日ならではの必殺技を使わせていただこうかなと思いますので、ちょっとお待ちください、はい、さあそろそろですね当たってほしいなということで、あ赤マフラーだ、あ大雪中、あキン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 、あ軍予告、さあ2回目今度は当てよう、これはだってあれですもんね、演出してないですもんね、そうです、ですね、しかもメガポラリス待機中ですよ、あこれかメガポラリス、お待たせしました、ちょっとねトミーさんに先に当たりを行かれていい感じで確変消化されてましたけど、結構回しましたねこっちは、600以上回してます、はい、あ赤いです、ね、これは行くでしょう、さすがに2回目の軍予告、聞かせてこっちの台にも、あのカードも多分いいカードだと思うんですよね、ラバーズの、いけ、何がおかしいんですか何がおかしいんですか、なんかおかしいことあります、金のカード、金のカード、え金のカード出てます、いやーなかなか当たらないですけど、金のカードが出てきたの初めてでして、ね、まあ、結構赤カードで外しましたけどね、これもう実はもう U タイムまであと103回転まであるあるですよね、 U タイム前あるある、832回転まで回してますよ、天井ストッパーってやつですね、まあこの場合 U タイム入って当てたところでっていう、あ金だ、うわこれは来る、 U タイム入っても当たり確定するわけじゃないんでね、もちろん当たってもらった方がいいんですけど、緑、めめめ初雪、初雪、あれまあまあでも金なんで、まあ、金なんで、軍は2回外しましたけど金はまだ4回ぐらいしか外してないですよここまで、懐かしいなあ、もう今日何十回懐かしいって言ってるんだろう、おー金、これは初めてです、ここのカットインの金は、さあやっと聞けますか、僕の台でも U タイム見たかったけど、いきます、よーやっぱりか、いや U タイムタイム前に、ね、見たかったですね、まあまあでもなんとか当たりが引けてよかったです、当たりなしで終わらずに、はい、あとはここ、楽しませて、まあこういう時に限ってでこういう結果になりがちですよね、そうっすね、なんかで徹底してですよね、大当たり中は右打ちですね、はい、いやなんかうまくいかないな、さあというわけでこの後のチャンスタイム何回が選ばれるか、さあ何百回転の時短が来るんでしょうか、まずは、まあ、表示上はねその100回転でしょう、よく時短で引き戻しましたよねめちゃくちゃ引きしてます今日、忙しいんでしょこの後も、そうなんです、絶対今日うちに行った方がいいと思いますけど ね、本当はね、このパチンコ大好きな僕がこの11月12月入って、はい、11月入って1回も行けてないっていう、このはい、1回も行けてないんですか、もう1ヶ月半ですかぼちぼち、
通りでちょっと参りました。前回あたりからちょっと手が震えてるなと思いましたもん。大事ですね。大事です。これはやばいやばい。トミーさんからパチンコパチスロ取ったら何が残るんですか。そうなんですよ。本当にねえ、ちょっとなんか仕事を頑張れるのは自分でもやっぱ好きだからっていうのあるじゃないですか、その好きが薄れてしまうとちょっと嫌ですよね。そうですよそうです。私はもう時短が終わります。さすがに。あ、でもすごい9105。これで続くかどうかが、まあ、言われましたっていうことですね。あ、最後にそういった演出で成功したら200が来るってことですね。なるほど。まあ、一応でも850、U タイムまで850ということで、100回転ももちろん加味されての、はい、次回 U タイムまでの表示ということですね。そうですね、はい、お見事でした。一撃9000発以上の払い出しだったということですもんね、はい、しっかり出玉感見せれたんじゃないですかね。やっぱ面白いですね。各編で単発津軽を引いたら即終了じゃなくて、うん、必ず時短がついてくるっていうところと、2ラウンド以外は、まあ、全部ね出玉ありの大当たりなので非常に安心感がありますね。やっぱりくたくたです。本当にもうもちろん授業は当たり前にあるじゃないですか、はい、あー時短100回か。はい、というわけで、冬のソナタフォーエバーいかがでしたか、トミさん。いやー、まあ、私ね、もちろん出玉もついたんで非常に楽しませていただきましたね。出ましたもんね。で、まあ、流れがめちゃくちゃ良かったですよね。めちゃくちゃ良かったんで、各編大当たり引いて、はい、一回チャンスタイムに行ったけどそこでまた当てて各編引いてっていう、こう、理想的な、まあ、冬ソナシリーズのループ見れましたね。で僕の方は、まあ、U タイムまでもうすぐというところで単発当たりを引いてしまって残念な結果でしたけれども、まあ、それでももちろん大当たりは1500個の払い出しいただけますので、まあ、1箱ぐらいは今持っている状態ですね、本来であれば、うん、はい、まあ、両極端な展開ではあったですけど、まあ、冬ソナシリーズご存知の方であれば本当におなじみの演出も多くて最新台ですけど非常にこう入りやすい、そんなパチンコ台だったんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日はこれで終わりです。ありがとうございました。はい、というわけで今回はこちら、はい、パチンコ冬のソナタフォーエバー実践させていただきましたが、まあもう実践中ずっと言ってましたけど、懐かしい、うん、面白い。そうですよね。でもちろんお互い初打ちで、はい、あまりこう情報を知らないままに打ち始めたんですけど、うん、ですね、やっぱりシリーズおなじみの演出が多いということで、うん、まあ、こうなったら熱いだろうなとかこれはダメだなってふと思い出しましたね。思い出しながら言ってたのがまた良かったですね、あとお伝えした通りも王道のミドルタイプということでとにかく図柄が揃えば1500個もらえますよと。で初当たりの 60% で確変に入りますよと。でダメでも時短がついてきますよというあたり、そして新たに搭載された、U タイムですね。で時短の、まあ、回数の振り分けもあのお伝えした通りでございまして、まあ、非常にこう馴染み深い機種でありながら、うん、もう最新の部分もいくつも入ってて、まあ、本当に、ね、遊びやすいミドルタイプだと思いますので、ぜひ近くのお店で見つけた時には、はい、いろんな方に売っていただきたいですね。ですね。で僕は、はい、これこの台数で足りますかっていうぐらい本当に面白かったので、あの導入されたらまずホールで打ちたいと思います、うん、そしてトミーさん、はい、いよいよ、12月26日には、はい、こちら気候な川西釧路店さん、はい、グランドオープンとなっております。はい、まあ、その前にはあの会員募集なんかもありますので、今一度動画概要欄の方に載せてます URL から、気候なさんの情報もですね、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、というわけで、まあ、グランドオープン前のお忙しい中、まあ、今日もお時間作っていただいてありがとうございました。グランドオープン僕も楽しみにしてますので、はいはい、あの無事にまずはお願いします。無事にオープンできることを祈っております。はい、ありがとうございます。はい、あと何かお伝えすることあれば。いや本当に、年末のね皆さんバタバタしてる時期かとは思いますけども、はい、まあ、一度ここに、足を運んでいただいてですね、はい、まあ、釧路店の良いところを探していただければなと思います。で私ももちろんお店に、いますので、はい、まあ、お会いできたら幸いかなと思います。ぜひ、ね、見かけたらトミさんに
キコーナチャンネル見てるよとか言ってくださったら嬉しいですね。めちゃめちゃ嬉しいですね。はい、そしたらもう満面の笑みでありがとうございますって多分言うと思います。本当に、はい、あの感謝をお伝えしたいと思います。直接でトミさん見かけた時には、はい、あのどうぞお気軽にお声掛けくださいませ。はい、はい、というわけで今日はこの辺で失礼したいと思います。はい、ありがとうございました。